え、これ始まってる？あ、始まった！イエーイ！ハロー、ヤッホー、始まった！ BGM 聞こえる？おお、初見さん、ありがとう。あ、聞こえてる？ありがとう。こんばんは。え、もう自己紹介する？バグでさ、まだ視聴者がさ、ゼロなんだけど、みんな大丈夫？バッチリメイク。なんか暇でずっと遊んでたらめちゃくちゃ濃くなった。あるあるじゃない？前髪どうしたじゃないよ。もう前髪嫌すぎてさ、こうやって上げようとしたけど、さすがにちょっとやめといた。したことないから。よう、リップかわいい、ありがとう。牛丼美味しいよね。どういうこと？美味しい。こんばんは。じゃあ自己紹介します。白色担当、中学2年生、13歳のジュリリンこと双葉ジュリです。みんなジュリリンって呼んでください。せーの、ありがとうございます。言う時間ないの。今の前髪一番可愛い。本当？でももうやんないかな。お前の人です。あ、言ってくれてる。ジュリリン、ありがとう。眉毛、お眉も直に見たかった。確かに。なんかさ、このさ、微妙なちょっとさ、伸びてる感じさ、なんか普通に前髪切りすぎた人みたいですごい嫌なんだけど。ちゃんとお眉ならいいんだよ。その前髪でチェキ取りたかった。そうかな。晩ご飯まだ食べてない。これ終わったら食べる予定です。赤ノートお前担当。はい、こんにちは。赤ノートお前担当のお前が可愛い、ありがとう。 BGM 大きい？大きかったら大って言って、ちっちゃかったらチーって言って。他のメンバーの配信見た、全員見た。まだね、真帆ちゃんとアリサしかやってないよ。あ、表示された人数中、そういうこと？ちょうどいいね。ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。美って何？微妙ってこと？お前可愛い、ありがとう。今なんて言った？お前可愛い。じゃあアリサの前髪長いから引きちぎってジュリの前髪につけたそうね。なんか伸びてたね、配信見てた。今日の配信メンバーでは最後。こんばんは。よ、よとはりょう。ジュリさ、なんかスマホをさ横にすると漏れないんだよね。なんで？なんか縦にしたいんだけど、縦じゃないじゃん、ショールームって。鳥、目がキラキラしてる？ライト当ててる。おはよう。おはよう。自分で切った。インスタライブ派？あー、そうだね。でもインスタライブ1時間ってなんかさ、すごいさ、これも1時間で今日は終わるけど、なんかすごいさ、急かされない？インスタ。今日すごい男前？え、なんか嬉しいのかな？喜ぶよ。服が見えない。ここにリボンある。ちょっと今ね、立てない状態。
こんな感じ。立てもできないことはないけど配信者側が見づらいらしい。だよね、だいたいみんなショールームは横だよね。昼何食べた？豆腐そうめん、めっちゃ美味しい。長袖暑くないの？なんかこれ長袖っていうよりなんかなんていうの、涼しいから大丈夫。美味しいよ豆腐そうめん、食べてみて。普通にセブンとかに売ってる。なんかすごいね、ライブのお腹空いた時すごい食べてたんだけど、またなんていうの、ハマった。黒好き、黒と白と灰色かな。腹減らないの？あの豆腐そうめん結構多いから、多くはないけど大丈夫だよ、結構たまる。あとバナナ食べた。豆腐そうめんどんなもの？なんか豆腐そうめんね、普通のそうめんと結構変わんないけど、豆腐をそうめんにしたみたいな。ちょっとわかんないけど、とりあえず食べて。でも結構そうめんに似てる。豆腐そうめんとか秒で腹飽きそう？好きそうか。あー、でも朝ごはん食べるのが遅かったから大丈夫。イヤリングかわいい、ありがとう。これちょっとピアスっぽくない？今日のジュリ大人っぽい。本当？巻いてるからかな。ジュリ料理技術上がってそう。わかんない、ピアスかと思った。開けるのもまださすがに早いよ。でもいつか開けたいなって思う。さすがに社会人になってから。豆腐そうめん探してみて。でもなんか今流行ってるのか分かんないけど、今日買いに行ったらめちゃくちゃ少なかったから気をつけて。喋るの早い？ゆっくりする。モンカちゃんみたいになっちゃう。いい意味で、かっこいい意味で。ピアスっぽいしチラッと見える、かわいいね、ありがとう。ピアス怖いと思ったら開ける気満々なのね。うん、普通になんか幼稚園から、普通になんか幼稚園の頃へそぴしたいってずっと言ってて、なんか海行った時にギャルの子たちがへそぴをしててめちゃくちゃ可愛いなって思って、ドア開けるのかもその時知らないじゃん。だからしたいなって思ってたけど、あの開け方知ってからもう痛いと思ってやんない。さすがにピアスだけでいいかなって。鼻と舌に開けようやだ、鼻はさすがに開けたくないし、舌は絶対痛いじゃん。麻酔したならいいかもね。でも麻酔、でも舌はさすがに開けたくない。高校生になるくらいにはピアス開けてそう。確かによく言われる。へそは怖い。鼻はしたことあるけど、マジマジ痛いの苦手ですか？普通。でも痛いのみんな苦手じゃない？苦手なのと思う。うちはイヤリングいいかな。でもさ、なんかさ、めちゃくちゃさ、ピアスで可愛いのってめっちゃ売ってない？もちろんイヤリングも可愛いの売ってるけどさ、ピアスの方がなんか100均とかでもさ、ピアスの方がめちゃくちゃ可愛いなって思う。ジュリ軟骨開けたら似合いそう。軟骨開けたいけどちょっと痛そうだな。今開けないけどね、絶対。ジュリリンギャルへの憧れが強そう。めっちゃちっちゃい頃強かった。今はそうでもないかも。開けたらプレゼントしよう。本当？それはわかります。何言ったっけ今。ギャルが好きってこと？1個開けると気づいたら最大9個耳開けてた。すごすぎて言葉に出ない。
この頃踊ってなさすぎてさ、なんか音楽鳴っただけでめちゃくちゃ踊ってんだけど家で。ピアス、あ、イヤリングももっとあればいいのにって思う。それな、それな。ピアス専門店とかあるじゃん、なんでイヤリングないのって思う。開けてる人見るのは好きだけど開けたくはない、超わかる。 YouTube でさピアス開ける人めちゃくちゃ見る、一時期見てた。髪は染めたい、茶色とかに染めたい、なんかインナーカラーで金色とか。今染めないけど社会人になってから。踊っちゃえばここでちょっと事故、また事故っちゃうから。金髪は見てみたい、でもさすがに全部金髪は似合わなそう。体力落ちそうだよね、運動してる。あのね、一時期っていうか自粛始まった瞬間めちゃくちゃ筋トレのしてたんだけど、めんどくさくて終わったなんか一日でもさやめるとさやる気になんなくない、その後。社会人になってからが世界一になってからに聞こえた。世界一にな、世界一って何の世界一でちょっと待って、それな、それなって何が、な、今何言ったっけ。時差がすごくてさ何のことか忘れちゃう。染めること。ウィッグで髪色試してみたらいいかも。それは思うけど、ウィッグってさ結構なんか思ってたんと違くない？頭が大きくなっちゃうっていうかさ、やっぱなんか切んないと分かんないじゃん。切るじゃない、間違えた、染める。三日坊主ではないのよ、結構1ヶ月くらい最初やってて急に終わったよね。大学生になったら染めたりピアス開けたりしよう。大学生ってもう社会人か。レックはレック2も借りないとお話つながらないよ。いつか借りるわ。レック2ってあったんだ、ちょっと、え、ありがとう。とりあえずアプリで似合う髪色探してみるとか。それは思う、それは思う、それは思う。何回言うの。そう、企画に、ちょっと待って、大丈夫、もう13分も経っちゃった。でも黒髪結構好きだから、なんかめちゃくちゃ濃い黒い髪にしてみたいっていうのは。肌白く見えそうじゃない。レックってあのほら、あの、そう、レック借りたの、映画ね。黒髪は若さの象徴、確かに黒髪のが似合う。わかんないじゃんまあ今は黒髪だよさすがに。え、レック4まであんの。え、聞いてないんだけど。黒髪ジュリ好き、ありがとう。ホラー系平気、でも実際に起きたらマジ怖いよね。明るい色似合いそうだけど変なナンパ師が寄ってきちゃいそう。明るい色にすると。ホラー DVD プレゼントしよう。ほんと？言ってないもん。どういうこと？アレック？聞けばよかった。でもまあちょっとさ楽しみにしながら借りに行くのもありじゃない？サプライズも知ってる？あ、ホラー？知らない、見てみたい。学校まだ始まってない、もう少しで始まると思う。ピンクに染めなよ、めっちゃ染めてみたい。でもさすがに全部ピンクはさすがに似合わないかな。インナーとかでピンク入れるのはいいけど。で、あ、あって企画始めるね。企画っていうか、あの、もともとインスタのストーリーで質問をね回収してて、それを今から答えていきます。いきます。いきなりジュリしか
ありがとう。そんな感じでいいのかな。15分経過しましたらって、テロップって何。あ、上に出るやつか。やってみようかなって思ったけど、なんか変なことしちゃう。急に質問来ない。ジリが思う理想のお客さんって、あー、ファンの方でってこと。誰かわかんないけど、ファンの方だったら、え、でも全然誰でも大歓迎だけど、なんかツボが同じ人だと、なんか、あれ、ジュリってさ、結構ボケるじゃん。笑いでね。だから、突っ込んでくれる人できれば。でも誰でも全然大歓迎って感じ。おすすめのコスメは？待って。ジルチャートのリップブロッサムエターナルクチュール01番。でもこの頃全然さ、メイク道具買えないからさ、まあこれが今のところ1番って感じ。はい、次筆箱紹介してください。筆箱。あ、ピーチ学校で普通に使ってる。これね、それつけたらモテるかな。どういうこと。あー、リップモテるよ多分。あ、そう、ももちゃん、これね、中1から使ってて、そう、カカオフレンズ、こっちをこてんのと、こっちニコニコしてるやつ。これは韓国の通販かなで買った気がする。中1の時にめちゃくちゃカカオフレンズ好きで、まあ今も好きなんだけど、アピーチ好きで、普通に内容量っていうのめちゃくちゃ入るからこれにした。ネイルおしゃれありがとう。表参道のお店よく行ってたな。あー、ほんと。表参道によくあるよね。うん、よくある。表参道にアピーチのお店あるよね。てか、まあ、まだ1年くらいか。1年筆箱使ったの初めてかもしれない。なんか小6とか小5とかめちゃくちゃ筆箱変えてた。わかる人にはわかる。変えない？小学生の時意味もないのにめちゃくちゃ変える。怒ってる顔いいね。いい？ライアン推し？あー、ライアンね。2番目に人気じゃない？ 1 番かな？なんか競ってない？アピーチとライアンで。すぐ飽きちゃうよね。それな？筆箱すぐ飽きる。え、でもこれは結構今も使ってる。多分中学生全部使うって宣言を、お母さんに宣言したから。だから買ってもらえたから、多分っていうか中3まで使います。ジュリのストーリーは面白系が好き。あー、インスタの古くなってきたら買ってた。めっちゃいい子じゃん。でもさすがに壊れたら買ってっていうのもあったけど、だいたい飽きたからみたいな感じだった。買ってっていうよりは家にあるポーチとかを使ってた。年末に飽きてそう大丈夫きっと。まだカカオフレンズちょっと流行ってるから大丈夫。インスタで三浦海岸撮って一人で発狂してた。わらわら、そうなの？おめでとう飽きたやつの行き先は、え、でもその時は撮ってたけど、今見たらめちゃくちゃダサいやつだから、やっぱ好みって変わるじゃん。で、だから待って、質問じゃん。今なんて言った？そう、飽きるから今もう捨ててるけど、なんかそれを順番で使ったりとかしてた。1ヶ月ごとにとか。
筆箱なしスタイルはすごい強い。どこまで行ったっけ今、筆箱紹介で。おすすめ、あ、間違えた。なんでそんなに可愛いの。ありがとう。まあ好みによるよね。メルカリへ、ああ、いや普通に捨ててたわ。次、ありといえば、ありさからありといえばってきました。ありさといえばって感じかな。筋トレ何回した。筋トレはたまにスクワット10回とか。スクワットってなんだっけ。あと腹筋を10回。もう体力なさすぎてちょっとライブ始まった瞬間多分できないから今頑張ってる。似てる？似てるよね。あとなんかさ、アリサの真似するね。なんかえ、なんかこれをしゃべりゃろしゃべりゃろって言わない。なんか言葉噛んだらさ、噛んだり言えなくなったりしたらさ、あっしゃべりゃろしゃべりゃろってごまかすよね。誰か分かって。次、あなたの笑顔見たい。笑顔、え、めっちゃ共感してくれて嬉しい。今一番行きたいとこライブハウス。は無理だ言うよね。ミニチュアどうなった。あのね、課題が終わんなすぎて今やってなかったんだけど、でももう少しで終わるかなって感じ。鬼初見です、こんにちは。次、最近していること、ネイル塗ったり寝たり課題したり TikTok 撮ったりメイクしたり髪の毛アレンジしたり動画撮ったり配信したりミニチュアしたり、あとご飯作ったり食べたり感じ。好きな飲み物、水って言いたいところですが、ですがキャラメルフラペチーノかな。そう、今日キャラメルフラペチーノ飲んだの多分2ヶ月とか3ヶ月ぶりぐらいに作ったんだけど、作ったじゃない、間違えた、なんて言った、キャラメルフラペチーノ飲んだんだけど、あ、ドライブスルーでね、めちゃくちゃ美味しかった。水ってイロハス、どういうこと。ああ、そういうこと、イロハス、あのライブの時はイロハス絶対飲んでる。別に何でもいいんだけど、とりあえずイロハスって感じ。天然水でも全然飲めるんだけど、なんでだろう。あ、そう、キャップがさ好きなんだよね、イロハスの。味変わってるとかあんま分かんない、水。次、今までで一番手の込んだ料理は肉じゃがボールかな。肉じゃがボールね、あの肉じゃがってさ、じゃがいも入ってるじゃん。そのじゃがいもを一緒に入れるんじゃなくて、普通にじゃがいも抜きで作って、その後にじゃがいもを柔らかくして潰して、なんていうの、クッキーのさ、間違えた、クッキーの最初の生地みたいな状態にするの、わかる。こうやって砕いて、なんて説明したらいいんだろう。まあそんな感じで、それをその作ったじゃがいもなしのやつを、作ったやつをそのじゃがいもの布状みたいにしたじゃがいもの中に入れて、こうやって包むの。ちょっと語彙力ない、どうしよう。ポテサラ、ま、丸めた的な、多分そんな感じ。なんかね、確かインスタであげた。で丸くして切ったら中から具が出てくるよっていうライスボール的な、多分そう。分かった、よし次。分かったならよかった。好きなフルーツ、フルーツマジで何でも好き。でも強いて言うならイチゴかな。でも本当にフルーツ何でも好きだからさ、生誕前の生誕祭のさ、フルー
ツがいっぱい乗ったさケーキくれたじゃん、ファンの方からいただいたんだけど、めちゃくちゃ最高だった本当に。もうあれを、あれが理想のケーキって感じだった。いちご好きに悪い人はいない、どういうこと？いちご好きに、あー、え、でもヤンキーとかがさいちご大好きとか言ったら可愛くない？いそうだけど。ジュリちゃんが今一番会ってみたい人はトワイス。とりあえず顔の見学をしたい。次、常に自分自身で心がけていることとかある？え、いつもってこと？ライブってこと？ライブだったらある。ライブは、ライブは、ライブはあのちっちゃいじゃん体が、ジュリってあのアクアノートと比べたらめちゃくちゃちっちゃいのね。だからあの踊りとかで大きく見せるように頑張ってる。人と同じ感じの踊りだったらちょっとちっちゃく見えるから、それよりも大きめのダンスで頑張るとなんかちょうどよく見えるの、わかるかな。でライブじゃなかったら手洗いうがいちゃんとするとかって感じ。大きめでやると体力めっちゃ使いそう。うん、とても使う。だから体力ないとやばいんだよね。次、好きな料理は？唐揚げ、あとカレー。絶対に私にはできないメンバーのすごいとこは？待って、ちょっと考えさせて。え、めちゃくちゃあるんだよ、めちゃくちゃあるから考えさせてっていうことね。ももかちゃんは語彙力、あ違う間違えた、すずかちゃんが語彙力、 MC 力みたいな。でももかちゃんは女子力、力力力で、まほちゃんは肌の白さと歌声、あとすごいとこだよね、ありさは優しいとこ、めちゃくちゃ優しいのよありさ。なんかね、なんかこの前一緒に電車乗ってて、でなんていうの、あの2人でこうやって乗ってんじゃん。で結構満員だったのよ。で前の人の席が空いたのね。そしたら絶対にジュリに譲ってくれんの、もうシクシクだよね。でうちがいいよいいよって言っても絶対に座らせてくれんの。もうなんか途中で申し訳なくなるよね、もうずっとずっと。イケメンね、それな。好感度アップ、アリサアップ。やさお、男なのかよ。次、これができたら死んでもいいと思うことは？これができたら？トワイスに会ったらとか言おうとしたけど、トワイスに会って死ぬのはやだ。え、あ、120歳になったらとかどんだけ生きるねん。最近よく使うメイク用品はこれ、大好きすぎて大好きなんですけど、どうしよう、どうしよう、質問どうしよう、答えどうしよう。誰か助けて。え、どうしよう、
ちょっと涙リプライもう一回聞きたい。そう、ジルスチャートのリップ、好きなのはありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。アクアノートオンラインショップを利用してチェキを買ってみましょうとか、ありがとう。次得意な料理は何？唐揚げ、あとカレー。誕生日プレゼント何が欲しい？え、あの12月にもらうとしたら、まだわかんないけど、今もらえる誕生日だとしたら、あつ森とか。親に頼もう。学校楽しみ、楽しみ、めちゃくちゃ楽しみではないけど、なんて言うんだろう、あ、やっぱさ、一日丸ごと一日今までみたいにさ学校行かないじゃん。だから午前と午後に分かれていくんだけど、それをすっごい望んでたの。なんかさ、さすがにめちゃくちゃ行かないのもさつまんないじゃん。課題出されるだけでつまんないから。でも一日中行くってしても何も変わんなくて、なんかつまんないから、午前午後みたいな、それが一番理想だったから、楽しみかな。あと友達に会えるの楽しみ。でもさ密じゃん、だからわーとかできないからさ、ちょっと悲しい。あつ森人気ね。でもさ、あのほら、プレゼントに欲しいものだから、ん？プレゼントの欲しいものだから、なんて言うんだろう、まあ現実味がないというか、ごめんよくわかんない、あつ森今売ってないから買えないから欲しいっていうこと。はい、よくわかんない。次、今特に興味があることは何ですか？またその理由は何ですか？特に興味があること、ニジプロ人かよってかな。理由は、ない、普通に可愛いなって思うから。イエイ。次、最近作ったもので一番家族に評判だったものは、好評。昨日作った春雨みたいな、焼かない春雨みたいなやつ、違う、焼く違う、油で揚げない春雨、樹里ちゃんめっちゃ喋る子だ、5人の時はおとなしいけど違う、なんかさ、樹里が喋ったらさ、ちょっとなんか迷惑かけちゃうかなって思って喋んないんだよね。でも結構これでも喋ってる方なんだよね。次、メンバーと初めて会った時の第一印象は、一人ずつ、ちょっと待ってね。アリサは一番最初に会ったのね、メンバーとして。なんかね、同じグループになるって分かってなくて初めて会った時は、あのレッスンやってて、レッスンの見学に来てたの、アリサが。で、あ、見学来てる子だって思って、でなんかちょっと喋った気がするんだよね。あ、違う、その時は喋んないで、その次の週からすごい喋ってたの、めちゃくちゃ仲良くなったの、その次の週から。で、なんだろう、まあ、その時の印象なんだけど、喋りやすい子だなって思った。なんか最初からタメ語で話そうって言ってくれたのね。なんかめっちゃ懐かしいんだけど、そう、初めましてとは言ったよ、初めましてって。その時に思ったことは、あの、喋りやすいなって思った。そう、一応ジュリがね、
1ヶ月くらいかな、2週間ぐらい先輩なんだよね別にそんなんどうでもいいんだけど。あとももかちゃんとすずかちゃんとまほちゃんは、あのまほちゃんはま、あ違う間違えた、すずかちゃんとももかちゃんと2人で一気に会ったのね。でももかちゃんはサイドポニー似合うなって思ったえな、待って、そういうことだよね。で、すずかちゃんはスタイルいいなって思った。で、あのその次にレッスンの時に確かまほちゃんと会って、まあ、初めてじゃないんだけど、初めて会ったのは撮影会だったんだけど、まあ、喋ったのはその日で、まほちゃんは肌白いなって思ったあと目が茶色いなとか、とりあえず可愛いなってみんなとりあえず思ったよって感じ。次、どのくらいの身長になりたいですか。僕はジリちゃんくらいがちょうどいい高さですけど。そう、でもね、150、あのできるなら155いきたいなっていう感じ。今151、2ぐらいな、1かなくらいなんだけど、155は行きたい。160までは行かなくてもいいけどみたいな。次、写真かと思ったら動画撮ってるやつ、スースー気づいてるでしょ。あのね、気づく時はあるのよ。でも載せてない。気づく時はねやめてみたいな感じなのよねやめてよみたいな。でも本当に気づいてない時は載せてるよ。本当に気づいてない時はなんかはいチーズって言いながらやるのよ。さすがにあのなんていうの、急にさはいチーズって言ってたのにさ、動画になると喋んなくなると、あ動画撮ってんだって思ってやめてよみたいな感じだなんだけど、気づいてたら、気づいてたら、あ気づいてなかったら、待って何を落とした、気づいてなかったらこうやって動画撮られてて、はいポーズはいポーズって言いながら動画撮ってんのよ。それだったらさ結構バレないじゃん絶対。だから気づいてないよ。で動画でしたって言われたら、あみたいなもう反応に困る。とりあえず次、今特に興味があることは、またその理由は、あこれ言ったわ、あ2回送ってきたのかな。ってことで今日の私服は、今日の私服はこんな感じ。スカートまで見えないけどごめんね。写真でもそんな、ちょっと待ってちょっと待って、読めないけど、写真でもそんな敏感じゃない。なんだっけ、なんて言うんだっけこれ。はいポーズ言うんか、はい、本当に言うよみんな、はいポーズはいポーズはいポーズって感じ。本当に、あそうワンピース、本当に言うよみんな、はいポーズはいポーズって。あのね、アカウントマジ平和、あのはいポーズかわいい、はいポーズかわいいとかももかちゃん言ってるから嬉しくなるよね。ありがとうももかちゃん。ってこと、質問開始終わりました。ありがとうございました。あはいせの、うるさい、挑発するフィッシュ来たよ。こんにちは、今来たの、この歌好き、ジュリリン、オーレのジュリリン。なんかさ決めたくない、8文字コールっていうの、超絶かわいい、なんか超絶かわいいとかさ、オーレのとかさあるじゃん、そういうの決めたくない、え決めたいよね、決めようよ。
でもちょっと今他のメンバーいないから勝手に決められないけど、ジュリのだけ決めようよ、とりあえず。ジュリの一日の中で一番好きな時は朝起きた瞬間なんかお前流行ってるよね、お前が一番。あー、なるほどね。なんかさ、アクアノートだけの作りたくない？わーしーのジュリリン、外出すると日焼けの心配もしないといけなくなるね。お前パッツウケる。え、でもさ、お前じゃなくない、その時にはもう。今日髪の毛めちゃくちゃさ迷ってさ、 急なんだけど、巻くか巻かないかっていうのと、ツインテールにするかしないかっていうのと、ポニーテールにするかしないかっていうのと、前髪上げるか上げないかっていうのをめちゃくちゃ迷った。お前さ、すごい微妙だからさ、すごいダサいじゃん。だから上げようと思ったけど、さすがになんかやめようって思った。ネッタイガー、ネッタイガーファイボファイパー、絶対間違えてる。超絶パリピ、いいじゃん、いいじゃん。自炊が得意なめっちゃウケるんだけど。天使な小悪魔、ちょっとなんか噛みそうじゃない？天使な小悪魔、あ、言えるわ。前髪巻いてあえてお前にしよう、毎回ウケるんだけど。どの髪型も見たさしかない、嬉しい。いや、合ってる、どういうこと？何て言ったっけ今。あ、天使な小悪魔、え、ちょっと、え、ちょっとどうする、何にする？どうする？ねえ、誰か、あ、じゃあちょっとみんなさ、案を言ってよ。いいの見つけたらさ、それにするわ、テロップに出すわ。アイサも大好きジュリリン、喋るとパリピジュリリン、あ、いいじゃん、喋るとパリピ。でもちょっと一個余んない？喋るとパリピなみたいな。お顔が小さい、お顔が小さい、でも小さくないって思う人もいるじゃん。はじめまして。天使の小悪魔はいいね。天使の小悪魔ってどういうこと？なんか意味ってどういうこと？こういうの知識がないから乗れないかわいい。奇跡の美少女、あー、奇跡の美少女。え、でもちょっとなんか定番じゃない？定番じゃないかもしれないけど、顔面国宝、顔面国宝、おー、デバッグ変わるよ、枠さん初めて来た人、何これみたいな。天使の微笑み、あー、なんかでもちょっと定番じゃない？聞いたことある気がする。自分の特徴ってどこだと思う？とっても小さい。なんか自立考えちゃってんじゃん。天使みたいな見た目だけど中身は割と小悪魔意地悪。あー、なんだっけ、天使な小悪魔、天使な小悪魔、え、それよくない？天使な小悪魔、ちょっとメモっとく？メモる？じゃあ天使な小悪魔と定番の方が初見の人は入りやすいんだよ。確かに。ちょっとなんかどうしよう。確かに。小さな小悪魔、あー、とっとく走るよ、草。でもなんかさ、なんかコールした瞬間さ、初見の人も聞き取りやすい方がよくない？滑舌悪くなりそうなさ、コールだとちょっと言いにくいし分かりにくいじゃん。小さな巨人、小さな巨人、7文字、小さな巨人だ
どんどん育つよ。アクアの末っ子、え、めっちゃよくない？アクアの末っ子よくない？ちょっとみんなどう思う？今のところ自分的にピンときたのは天使の子悪魔とアクアの末っ子、アクアエンジェル、アクアエンジェル7文字じゃない？アクアエンジェル、ジュリリン、あーちょっとわかんない。かわいいかわいい、かわいれなは覚えやすかった。それなー、ああいうのいいよね。ジュリも一緒に言いたくなるもん。悪魔な末っ子に聞こえる、どういうこと？悪魔な末っ子、悪魔な天使。お、前髪伸びたな急伸びたよね。でも一応こうやってやるともうお前じゃないもん。残り15分、待って、そんなつもりはなかった。ちょっとどうする？みんな天使な子悪魔かアクアの末っ子、アクアの末っ子、アクアの末っ子だよね、アクアの末っ子だよね。前髪命なみたいな、前髪が命、ちょっとわかんない、前髪命なじゃない、わかんない。アクアの末っ子、投票機能使いたいけどさ、できるかわかんない。ちょっとやってみていい？じゃあ1番が天使の子悪魔で、2番がアクアの末っ子。1番天使の子悪魔、2番がアクアの末っ子。1番天使の子悪魔、2番がアクアの末っ子。 OK？ できた？1番天使の子悪魔、2番がアクアの末っ子。できてる？今投票どうしよう、これでなんか終わっちゃったら。そう、2択。あ、入れてくれた？もうじゃあいいかな、投票を終了する。2番が多い、2番が多いってことは今2番、アクアの末っ子だよね、アクアの末っ子ね。てか勝手に決めちゃったんだけど大丈夫かな。アクアの末っ子よろしく。ライブ始まった瞬間忘れないようにして。悪魔の前髪ありがとうね。終わっちゃった、あ、来た。アクアの末っ子、じゃあツイッターで言っとくね。アクアの末っ子言いやすい？アクアの末っ子ジュリリーン、アンチのみ来たぜ来たぜ、マジでコールして。でもなんかさ、オーレーのって言ってる人とさ、アクアの末っ子とか言ったらなんかすごいいい感じにハモったりして、それはない悪魔の子供、悪魔の子供、7、7だから。でも7でもいいのか、別に1億枚いる今さら。筋トレ続けてジュリリン悪魔の成功いいですね、よかった。コールはぶつかり合いだから声がでかい人が勝つ。じゃあちょっとよろしく、悪魔の成功。みんなメンバーみんなもさ、そういうのさ良くない？見たくない？ちょっとテロップするの忘れてた。今できてる？テロップできてる？今できてなくない？なんかできてる？悪魔のささやき、すげえかっこいい。できてないよね。まあもう終わっちゃうんだけどね。あ、来たシュールすぎて、イエイ。あ、出た？よかった。あ、出た？ありがとう。チョケイさん、こんにちは。
いいよね、みんな覚えて。ちょっとあスクショ、これでスクショする。ちょっとスクショタイムいきます。結構長かったよ。 OK、 次じゃない、間違えた。配信終わったらツイートも、あのみんなアクアの末っ子に決まったからみんな拡散しといて。急なスクショタイム。なんで取りまくってる、本当。あ、可愛くない？これでもう一回スクショ。ハッシュタグアクアの末っ子、おー、それで投稿する？スタバ10位でもいいよ、アクアノートでもいいし。これかな、これは覚えてるから、ちゃんと。てか全部って普通に覚えてる。 OK、 ありがとう。じゃあ告知しようかな。あと7分じゃん。早っ。前よりそんな緊張しなかった。前マジやばかった。じゃあ用意したからちょっと見させて。アクアノートのオンラインショップが明日までなので、今すぐにでも買いに行ける人は行ってください。あ、間違えた。配信が終わったらお願いします。あっという間だね。差し上げる時にもアクアの末っ子つけますね。よろしく、みんなアクアの末っ子っていうハッシュタグじゃなくてもいいからよろしく。オンマヨチェキ買うか。確かにオンマヨでチェキまだ取ってないよ。メンバーみんなね、あのチェキあるので推しメンのをぜひ。あと明日はももかちゃんとすずかちゃんと運営さんの すずかちゃんとももかちゃんのショールームがこのアカウントにて明日あるのと、運営さんの配信が YouTube かな、確かあるので見てください。なんか運営さんの配信めっちゃびっくりしたってことで楽しみ。あと6月6日に、6月6日だよね、大丈夫、開運音楽堂があるので早起きしてねお願いします。運営さんの見る予定かな。のはカタカナなのね。うん、あのね、言ってくれた方がねカタカナだったから、まあでも言うのはあれだからね、アクアの末っ子っていうから関係ないけど、まあとりあえず投稿してくれる方はアクアの末っ子で、絵文字なくても大丈夫。おんまよって眉毛の上に前髪があること。早く赤のとのワンマン見に行きたいです。それなジュリもワンマンライブしたい。時間大丈夫？超怖いんだけど。ん？
あ、びっくりした、ライブかと思った。どういうこと？音楽がってこと？あ、開運音楽堂ね。開運音楽堂はテレビで配信というかライブじゃないです。まだ5分もあるね、嬉しい。ホラー DVD 一人で見てるの？一人で見るの多分初めてかな。いつもはお父さんととか、あと友達と見てたりしてた。絶対一人で見たら怖いよね。多分そっから部屋、あの終わってさ、部屋から出れない気がする。早く出たいけど歩きたくないみたいな。でもそういうさ、怖がってても絶対出ないじゃん、そういう時って。って言うと出そうなんだけど、それでさ出たことがないから多分出ない。まあ見るのはお化けじゃないんだけど、お化けというかプールっていうホラー映画とレックってやつ。お手洗い行けなくなっちゃう、それな。多分お風呂入れなくなる、プールってやつだから。予告編見てみて、レックっていう REC 予告編とプール予告編。多分プールじゃ出てくるか分かんないけど、海外の映画でプールに閉じ込められちゃうっていう、結構怖そうだったから見て。ソメヨシノ来た。レックやっぱみんな知ってる？イットはもう見た。レックは楽しいよ本当。あのファンの人から教えてもらってみたいなって思って、ありがとうございます。あと赤の末子とか天使な小悪魔、天使な小悪魔とか考えてくれた方ありがとうございます。配信見てくださった方ありがとうございます。待って大丈夫？今何時？あと3分、あと3分。あとなんか言うことあるっけ？あ、そう、あのもう言ったけど、あのもう一回言うけど、明日までだから、とりあえずこの配信が終わったから、終わったらアクアノートのツイッターの公式ツイッターで、あのアクアノートオンラインショップで、あの音声入りチェキだっけ、音声入りチェキとか、音声入りチェキは終わったんだっけ、チェキとか買えるので、ぜひ。あとシャメとかなんかいろいろあるので見てね。とりあえずチェックしてください。楽しかった、ありがとう、嬉しい。あと2分。待って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 、配信ありがとう。うん、ありがとうじゃない、間違えた。配信見てくださった方ありがとう、お疲れ様です、楽しかったです、ありがとうございます。お疲れサマンサタバサん、待ってが口癖、ジュリリーン、あ、いいね。誰かアンコールはおんまゆ、待って、パッツンスクショタイムしとく。さっきやったやん、こうやって、あ、普通にこうやってやる。待って、じゃあテロップ OK、 はい、よーいスタート。オッケー、あと1分、ランキング発表。5位がシャガーラピーさん、4位が HK さん、3位がエリオールマルさん、2位がニーケッチ、1位がノクニーちゃん、ありがとうございます、ありがとう。明日もね、違うメンバーのショールーム配信があるので、ぜひぜひぜひ、あと運営さんの配信もぜひぜひぜひ、終わるまでコメント、あ、待って、もう、あ、もう終わった、もう終わった、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとうね。アクアの末っ子よろしく投稿、バイバイ。